つの世であろうか。遥か未来、いや遥か過去、この地に住む者にとってはもはや時代などどうでもよいことが、いかなる時代も地上に存在するものはたった二つだけ。それは正義と悪。知らねえぞ。バーカ。バカ！またグール行っちまった。まあまあまあ、
姉さんが強いことはよく分かったよ。ここは穏便に行こうや。なあ。懐が膨らんでるけど。バレちまった。すまねえな。あんたみたいな気の強いの好きだな。どうだ、俺の女にならねえか。たっぷり可愛がってやるからよ。ブサイク嫌いなんだ。ブサイクだ。よし、あと一発だろ。次は慎重に狙えよ。私をこう呼ぶわ。神はまず天と地を創造した。地は混沌とし、闇が深淵の表にある。神の霊が水を覆っている。神は光と闇を分ける。光を昼とし、闇を夜とした。6日目、神は自分と同じ形をした人を創造した。この世に生きとし生けるもの全てに生きる理由がある。私が生きる理由、それは善悪の知識の実を食べたエヴァはエデンの園から追放された。神はアダムとエヴァが命の実をも口にすることを恐れ、エデンの園の東に天使ケルビムと炎の剣を配した。私が生きる理由、それは戦う。ただいま。おアンデ、おかえり。ザルだ、お前は。ちょっとダメだってやめて。この人は私の命の恩人なの。命の恩人。そう、この先のアルファ109地区でクレイジードックスの奴らに襲われて。また行ったのかよあそこに。たく何度も言っただろあそこ危ねえって。ごめん渡る、でもあそこにはこれが。また花か。だって花はあそこにしか咲いてないのよ。そんなくだらないもののために。くだらないって。で、あんた誰？あ、この人は命の恩人なの。私を助けてくれたのよ。それはさっき聞いたよ。そうじゃなくて、何者なんだよ。ものすごい強いのよ。クレイジードックスのでかい男3人をあっという間に倒しちゃったんだから。嘘つけ、あいつらをそんな簡単に倒せるわけがねえな。本当だってね。本当だって言うな。そいつらはきっと半分寝てたんじゃねえの。じゃなきゃヨボヨボのじいさんだったとか。本当だもん。
もっとよく顔を見せてくれ。勝手に触んない。女だったらなんだ、チンチクリン。チンチクリンだぞこの野郎。ちょっと待てる、ダメだって、怪我しちゃうから。そう、俺を怒らせると怪我するよ。くそわたるがよ。この墓はお父さんとお母さん、そしてお兄ちゃん、私がちっちゃい時にあいつらに殺された。そうか、なんで殺されなきゃいけないのかな。なんでかな。何も悪いことしてないのに。殺す側に奪うという理由があっても、殺される側に理由はない。強いて言うならば、そこにいたからだ。ねえ、なぜ助けてくれたの。たまたまそこを通ったからだ。どこに向かってたの。ねえ、なんであんなに強いの。その着てるものは一体何。質問が多いな。ごめんなさい。助けてくれてありがとう。何かお礼しなきゃ。礼などいらない。水を少し分けてくれたら出ていく。あ、せめて食事ぐらいしてって。大したものないけどね。うまいよ。よかった。あ、長老。どうかな。ここの食事は口に合うかな。ここら辺は昔は平和なとこじゃった。そこへ奴らがやってきた。奴らはみんな持って行ってしまう。金も食料も女も。奴らはもはや人ではない、鬼だ。人を殺して喜べるのは人ではない。その鬼どもは自分たちをクレイジードッグスと名乗り、この辺一帯で悪行の限りを尽くしておる。ボスはクレイジー・ジョーという男でな、極悪というものを絵に描いたような男じゃ。強欲で凶暴、そして強い。顔はお釜なくせに強い。お釜
なぜ逃げないんだ。どこに逃げても同じこと。追いかけてくるさ、奴らは。ではなぜ戦わない。どうやってわしらに何ができる。いたいた、あんたかい。昼間にクレイジーの連中ぶっ飛ばした姉ちゃんってな。そうよ。ったく、余計なことしやがって。余計なことって何？どういうこと？そうだな、すまない。何言ってるの？バカだな、仲間がやられたんだ。そんなことしたら報復に来るに決まってるだろ。そんなことわかるだろ。じゃあ何？あの時私が殺されてればよかったっていうの？さらわれてればよかったっていうの？のことは言ってねえ。そうじゃない。殺されるとは決まってないだろ。さらわれなかったかもしんねえじゃねえか。土下座して許しを請えばちょっといたずらされるくらいで済んだかもしれないだろ。何それ、最低。とにかくこいつはここを危険にさらしちまったの。どうしてくれんだよ。お前ぶっ飛ばしたところでどうにもなんねえしな。甘っ。どうしたの？迷惑をかけたなら出ていくまで。ちょっと待てよ。迷惑かけっぱなしで出ていくのか。勝手すぎやしねえか。そうよ、今夜は遅いし、うちに泊まってってよ。そういうことじゃねえよ。じゃあ何よ。実はさ、長老。なんじゃ。俺たちも戦えないかな。語る、何言ってんだよ。戦うってなんだそれ。叶うはずねえだろバーカ。なんでそう言い切れんだよ。奴らって同じ人間だ。俺たちだって訓練さえすれば戦える。は？何言ってんだよ。大地、奴らはすぐにやってくるって。時間もねえ、やるだけ無駄だよ。上手に隠れて、そうすれば生き延びられるんだよ。早く逃げる訓練した方がよっぽどマシなんだよ。第一、誰に教わるんだよ。俺はそんな情けない男になりたくない。頼む、俺を強くしてくれ。頼む。あんた昼間一瞬で俺を投げ飛ばしたし、その前だってクレイジーの連中をあっさりやっつけちまったんだろ。強いんだろ。頼む、強くなりたいんだよ。そうよ、私たちいつも逃げて隠れておどおどして、それでも殺されて奪われて、余計奴らはずり乗って、そんなのもう嫌。おいおい、二人とも、こいつが本当に強いなんて保証どこにあんだよ。ケン、だってこんな華奢な女、俺だって勝てるぜ。てめえ、なめんなよ。おい、ケン、面白い、やるっていうのか。知らねえぞ、怪我しても。じゃあ本気で行くぞ。
るよ。いていよ。バチが当たったのよ。うるせえ。これは先祖代々受け継がれてきた古文書じゃ。この書にわしらは全てを学んできた。畑の作り方、食料の作り方、薬も、そして空のことや星のこと、この立っている大地のこと、何もかも全部じゃ。この一番後ろにこう記されておる。生きとし生けるものを苦しめる災いがやってきた時、鉄の救世主が現れると。鉄の救世主、これは人、女か。鉄の少女、アイアンガールじゃ。こいつが？あんたどこから来たんだい？生まれはどこだ？家族は？わからない。わからないって？昔の記憶がないんだ。僕がない。あんたのその強さ、そのいでたち、その髪の色、何もかもわしらとは違う。お、確かに違う。そこ関係ないでしょ。あ？どうだろう。ここを守ってはもらえんだろうか。私一人でどうなるものでもない。俺も戦うよ。一つ分かっているのは、私は救世主なんかじゃない。出ていくの？あんたのせいでここが襲われて皆殺しになって、それでもいいのか？お前一人が戦う意志を持ってもどうなるものでもない。長老、なんとか言ってよ。確かにたった一人じゃどうにもならんな。俺がいる、みんなだって。残念じゃが、武器だって何もない。木の棒で奴らに立ち向かうのか。遅かれ早かれ、ここは全滅する運命なのじゃ。ボスのあんたがそれじゃあな。待って、お願い、待って！私たちは殺されるのを待ってればいいの？そんなの嫌。捕まってなぶり殺しにされるぐらいなら私も戦って死ぬわ。
俺もせめて一人ぐらい道連れにしてさ、だからもうちょっとだけ強くなりてえんだよ。こいつ守んなきゃいけないしさ。あれ頼むよ、一緒に戦ってくれなんて言わねえから。奴らがここに来るまでのその間だけでも戦い方教えてくれよな。あのさ、もう夜も遅いしさ、こんな夜遅くに出発したらすぐに泊まり場所を探さなきゃなんないじゃん。そんなのバカみてえだろな。あそうよ、今日はうちに泊まって明日出発しても遅くないんじゃないね。そうしよう。綺麗、傷だらけさ。誰かと一緒に寝るのなんて久しぶりね。お姉ちゃんの両親はどこにいるの？わからない。あ、そっか。ねえ、花って綺麗だよね。他の土地にはもっとたくさん咲いてるのかな。花って綺麗だな。初めて見た。そうなんだ。あ、じゃあさ、流れ星って見たことある？流れ星が流れてる間に願い事を言うとその願い事が叶うんだって。早く寝ろ。はい。いい年してぬいぐるみなんておかしいでしょ。でもね、これを聞くとよく眠れるの。構わない？私の記憶。私は一体誰？出てこい。勝手に覗くな。バレてた。その下は裸かよ。だからなんだ、見たいのか。バカ、何言ってんだよ、見たくねえ。見せるわけないだろ、チンチクリン。チンチクリン。お願いします、戦い方教えてください。本気か？ああ、死ぬ覚悟はできてる。死ぬための戦い方は知らない。え？知ってるのは生きるための戦い方だ。そして守るための戦い方だ。守るため？
守るための戦い方を教えてください。お願いします。守れるか、あの子。はい、どんなことをしても。俺たちにも教えてくれ。俺にも。俺にも。頼む。分かったんだよ、俺たちがここを守らなきゃって。殺されないようにとか、上手に逃げる方法とか、そうなんじゃなくて、引き抜くために。もう逃げないよ。スクワット100回。え？スクワット100回、その後腕立て100回、腹筋300回。まずは根性を見る。教えるか教えないかはそれから決める。ケンニスクワットだったよ。俺は先にこっちで回し蹴り教えてもらっとくか。お前もだ。え？だってさっき教えてくれるって。誰もそんなことは言っていない。守れるかどうかを聞いただけだ。早くやれ、チンチクリン。わかったよ、それ言うなよ。よし、じゃあ行くぞ。よし、よし、エンゲージ。おい、何度言ったら分かる。サイドステップから腰を入れてる。おう。そう。そうか。もう一回。はい。私は一体誰、どこから来たの。私は一体、私は戦うためだけに生まれてきた。私の名前、名前は誰だ。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 ああ、すいませんとか言え。すいません。どうした。来た、ついに奴らが、クレイジードックスの連中が。見せねえ。やったの誰？知ってますか？誰か知ってる？いえ、知りません。私は何も知りません。クレイジー・ジョー様もな、この件はひどくお怒りになられてる。事と次第によっちゃぶち壊したっていいってさ。滅ぼしちゃうよ、滅びの字を言っちゃうよ。ピコロス。笑えよバカ。ちゃんと教えてくれなきゃ。
皆殺しにしちゃうよ。ベラベラうっせえな。口くせえぞデブ。ん？本当だ。ごめんな。今までごめんな。でおい。あ？おめえだな。さては例のヘンチクリンな女ってのは。ヘンチクリンはお前だろ。ここいらない。ここいらない。言われたんだ。ビビ。ああ、傷ついちゃったな。今度傷つくこと言ったら殺すぞ。これデーブ言っちゃった。もう言っちゃった。ああ、殺しちゃおうぞ。これよけた。ノロマデーブ。ああもう本気で怒っちゃおっと。死ねこら。俺を本気で怒らすなよなあ姉ちゃん。キモいから同じ空気吸うな。ガーン。それ言い過ぎ。おいお前らやっちまえ。おーIt's so bad。Yeah!
俺が守るぜ。楽勝だぜ。もういいんだろお前。なんとかお前、これお前見ろお前、これ突き刺さったらお前確実に死ぬぞお前。それでもいいのか、いいのか。ああそうか、じゃあお前もう死ねよお前。おっ、あの子はまさか。待ってくれ。全部バカお前。お、なんだお前、ひよってんのかお前。お、やれるもんなら。このバカ者が。ああ誰だこっちにしよう、お前はよ。お前らね、俺に勝とうってか。ああお前らどいてろ、邪魔だ。俺は強えぜ、姉ちゃん。そうか、そうは見えねえけど。なめた口聞いてんのも今のうちだけだ。やっぱ私はブサイデブとブサイクは嫌いなんだよ。くそういうの傷つくわ。死ねこら。イケメンにしてやるよ。これぐらいで。パンだ。弱虫。うるせえ。ありがとう。あ？この子は俺が守るぜ。嬉しかった。おいやはや情けない。あなたのようなお若い方にいろいろ教えてもらうと。死ぬための勇気と生きるための勇気は違う。クレイジー独走追い放ったぞ。絶望が希望に変わる時もあるんじゃな。絶望も希望も人の意志、もともとは同じもの。あなたはここに希望の火を灯してくれた。ありがとう。あの子は。ああくそ、何遍も言わせんじゃねえぞてめえら。ほどけほら。おいてめえ何見てんだよ。ほら殺すほら。ほどけ。こんなんさえ殺しちまえよ。あんたの母さんの敵を出せて。あんたと落ちてやる。俺が女房の敵を討つ。お前たちに散々おもちゃにされて。ちくしょう。すぐにクレイジードッグの本体も来るぞ。ボスのクレイジージョー様も来るぞ。俺を救いにな。そしたらお前ら全員皆殺しだ。ざまみろバーカ。おめえらだったら殺されちまえればいいんだよ。ボスのクレイジージョーが来るぞ。こいつどこか見たことない。見
てんじゃねえおら。そういえばだてめえら見せもんじゃねえぞおら。おいお前たち待て待て、ああお前さっきはちょっと油断したんだ。じゃなきゃ俺はおめえに負けるわけねえからな。おいお前俺と勝負してな、次ボッコボコにしてやっからや。お前名は何という。うっせんだジジイ。ちょ年上の人には敬意を持って接しろ。イリーだ。でてめえなんかな、怠慢だったらなすぐに殺すんだ。ただのヘタレかお前は。はちげえバカ。お前はイサムではないか。誰だあ、ビリーだっつってんだろうが。聞こえなかったのか。昔とまるで変わっとら。お前はこの村で生まれたイサムだ。あのなじいさん、よく聞けよ。俺はなこの村に今日初めて来たんだよ。だからなそんなやつ知らねえんだよ。お前の父と母はクレイジー・ジョーに殺されたんだ。もう何言ってんだお前、バカじゃないの。お前はアンヌの兄のイサムだ。お前には妹がいるんだよ、アンヌだ。でたらめのこと言ってんじゃねえよ。は、俺がこのショマイ村で生まれたって。はふざけんじゃねえよ。俺は生まれながらにしてクレイジードックスのビリーなんだよ。ふざけんなよ。俺の親はなボスのクレイジー・ジョー様だけなんだよ。ここからさらわれて洗脳されたように。違えよ。つうかおめえら何なんだよ、頭おかしいんじゃねえのか。あ、特にジジイ。アンナ。お兄ちゃん。は？お兄ちゃんなの。誰だよおめえ。おめえなんか知らねえや。お兄ちゃんじゃないの。ちげえつってんだろ、しつけえな。これお兄ちゃんがくれたのよ。そんなぬいぐるみ知らねえよ、汚ねえな。泣いてる私を癒すためにお兄ちゃんがくれたの。もう何なんだ、さっきからここはよ。アンナだよ。お兄ちゃん、私はアンナ。アンナ、俺の妹。嘘だ嘘だ。お兄ちゃん、俺はビリーだ。俺はクレイジードックスのビリーだ。おめえらなんかこの後クレイジー・ジョーが全員皆殺しにするんだ。ざまみろ。俺はクレイジードックスのビリーだ。みたいな、なんか鉄みたいな鎧みたいな今まで見たこともないようなもんつけてまして。面白い、救世主アイアンガールってか。私その女欲しいな。おいおい、それお前の悪い癖だぜ。もうあと、あ、よし。いや、俺がプレゼントしてやる。嬉しい。あとビリーのやつが捕まってしまいまして。え、ビリーちゃんが？あれやだ。あ、あのクソガキが？クソガキって何よ。あんたがおもちゃにしろって持ってきてくれたやつじゃない。そうだったっけ。あ、まさかその村ってアルファ109の先。そうですそうです、あそこです。洗脳はうまくいったんじゃないの。多分ね。くすぐったきだから。
失敗許すわけないじゃん。欲しい。ああ、その女。分かった。俺もちと興味がある、その女に。やめろ。お前はかつてここからクレイジー城にさらわれたイサムじゃ。イサム、違う。何すんだよ。お前強いんだろ、かかってこいよ。なんてや、嫌だよ。どうした、腰抜け、口ばかりか。兄ちゃんって呼ぶな。チクショウ、おめえなんかな、人ひねりにしてくれた。全てを忘れることで楽になろうなんて思うな。お兄ちゃん、イサム、クレイジーロックスのビリーだ。死ぬのなんか怖くない。死ぬとか軽々しく言うな。もういいでしょ、やめて。どうした、もう終わるか。俺はクレイジーロックスに戻るんだ。戻ってどうする。戻ってどうする。あんな女の慰み者になるなんて絶対に嫌だ。やれる、俺だってやれるんだ。メラを皆殺しにするんだよ。お前、人を殺したことがあんのか、人を殺せんのか。もうやめて、やめて。ハンヌなのか。俺はここで生まれた。兄ちゃん、俺は強くなるんだ。強い男になりたければ思い出せ、どんな嫌な記憶も、どんな辛い記憶も。お兄ちゃん、サム、お兄ちゃん、サム、すまんな。思い出せる記憶があるだけ幸せだ。本当だな。
안 돼. 兄ちゃん。懐かしいな。クレイジードッグよ。ジョーが来た。クレイジージョーが来た。ジョーだ。残念ですね。今まで皆さんは手厚くお世話してきたの、ね、何を手厚くお世話してきたの。焼けちゃう。だって皆殺しにしてないんですもの。いやー、ちょっとらいい優しいだろでもそれも今日まで。何でも用心棒雇ったんですって。いやー、ひどい。しかも女ですって。ほら行けよ。わしを殺して満足するならそうしてくれ。だが他の者には手を出すな。ん？おめえみてえなじいさん殺したところでな、面白くもなんともねえ。女はどこ？ほら長老、古文書に書かれた伝説の救世主か。ああ、そうじゃ。伝説の救世主アイアンガールが現れたんじゃ。皆さんに一つチャンスを与えようじゃありませんか。その女差し出してください。一つ。あ、先行っちゃった。三つ数える間に女の子差し出して。もう一つ目言っちゃったから、二つ。おめえがアイアンガールか。お前がオカマか。オカマとか言うな。ちゃんと彼女もいるし。はーい、こんにちは。私カトリーヌよ。よろしくね。ほんと、おいしそう。お前ら、キモカップルだな。ああ、キモカップルとか言うな。そうやっべーす。それが嫌なら、他思いつかない。アイアンガール、会いたかったぜ。俺と痺れるようなデートでもしようぜ。高いよ。
あの女捕まえたやつに1億クレジットあげる。あいつが戦ってる。一人で？お前たちは逃げろ。逃げれるか。俺たちの父さんと母さんはあいつに殺されたんだぞ。お前は今や裏切り者だ。捕まったら真っ先に殺される。せっかく感動の再会を果たしたんだ。もうちょっと一緒にいろよ。アンヌを守れ、イサム。関係のないお姉ちゃんがここを守るために戦ってくれてるのよ。私だけが逃げるわけにはいかない。おい、たくもう本当だよ。なあ、渡れ。また一緒にやるか。やるか。しゃあ。ちょうどいい。そこの女捕まえてこい。もう俺はお前の手下なんかじゃない。あれ、全部思い出した。お前は俺の父さんと母さんを殺したんだ。ああ、やっぱり不完全だったのね。天皇が、俺を殺してやる。仕方ないわ。なあ、もう結構気に入ってたのに。また新しいのを捕まえてあげるから。行ったよ。まあ、うちはね、裏切り者にはちーっと厳しいのよ。お兄ちゃん。イサム。残念だわ。最高のおもちゃだったのに。裏切っちゃうから。しっかりしろ、イサム。お兄ちゃん。
근데 よかった会えてごめんなお兄ちゃんお兄ちゃんサム進化しろイサム罰が当たったんかな喋るなまたねあの守れそしたら付き合わせてやっからよなんか何言ってんだよ照れんなってわたる頼んだぞイサムイサム兄ちゃんイサムイサムイサムお兄ちゃんふざけんなお兄ちゃんごめんね殺しちゃってねえカトリーヌちゃんさすがはいはい注目はいはい終了終了このかわいいお嬢ちゃんの首と胴体が離れるとこ見たいかえっ素直に捕まれば解放してやるよ顔と一緒でお汚いねあいちいち傷つくなもう私のことはいいからこいつらみんなやっつけちゃって泣かせるセリフだね俺の女にしたいぐらいだなあんた冗談だよ動くな女お嬢ちゃん恨むんだったらあの鉄の女を恨んでねいや待て分かったおい、嬢ちゃん、はい、どっちかいどうしたのライアフォンだそれはおい乱暴はやめろ俺ステージに凍らせるおい、大丈夫だてめえ、あたしの顔に何すんだよ！くそ
ジョー様がこれを持っていけと。ジョー様が？ジョーは今何してるの？はい、今村の若い女と非正社と申しましょうか。はぁ、あ、なに、あんな野郎。おい、はい、ちょっとあいつとっちめてくるから任せてよ。はい、はい、ジョー様とっちめるってそんなことできんな、カトリウム様だけだな。おう、どうぞ。おお、ちょっとすいません。もう伸びちまったかな。でもいい女だよな。一回でいいから相手できないかな。いいよ、相手してやる。借りができたな。ありがとう。いや、今度はこっちの番だ。こっちはもういい。ありがとう。分かった、気をつけてな。やってくれるね、クソ女。クソ女って私のこと？お前以外の誰がいるのさ。お前がいる。いや、どっちかっていうとただのメス豚だな。ま、どっちも変わんねえか。お前みたいなブスに言われたくないな。誰に言ってる？鏡見てから言え、エロドブス。行くぞ、クソ女！でもそんな変わんねえぞ、ボコボコでも。あがりは倍付けで返すのが私の勝負でね。
んなにボコボコにされて。仇はきっと取ってあげるからね。この汚いのどっか捨てといて。おめえが俺の新しい女だ。楽させてやる。だから存分に俺を楽しませろ。手を離せっつったんだ。いや怖い。てめえみてえなチンチクリンに何ができんだ。ああ、チンチクリンって言うな。うざいな。お前を守りきったらお前と付き合わせてくれるってダメだった元気になったらいいよ。本当か。やはりかな。愛の劇場は、さてさて、あの鉄女どこ行きやがったかな。私は戦うためだけに生きるもの。それならそれでかまわない。ならばその運命に従う。なら教えてくれ。私はどう。私の名前は。女、どこで。私はここだ。おかま。やっとおいでなすったな。いろいろとお返ししねえとな。鉄の姉ちゃんよ。差しで勝負だ。面白い。お姉ちゃん、俺は強いぞ。強いよ、カマ。笑わせん。おカマに見える？超ウケる。
数値に対抗するなんて。どうして？まさか。よくよく。お前もまさか。これが？お前、それをどうして？いわば俺も救世主。この地に伝わる古文書に書かれた救世主、鉄の聖人。お前のようなクソがなんで救世主なんだよ。よく考えてみろ。この星からしたら大地を荒らし汚して、人間が悪だと考えたことだ。その悪を退治する救世主、それが俺なんだ。いわばお前と俺は通り。教えてくれ。私は一体何者なんだ。それはできんと思う。なぜなら俺も過去の記憶がねえから。救世主は二人もいらんわ。これを使うことになると。
ありがとう。本当にありがとう。あんたはやはり救世主じゃ。これからはわしらが自分たちの力で守るんじゃ。俺もっと強くなるよ。もう無理しないで。これからどうするのじゃ。記憶を探す。記憶を？その答えはどこかにあるのか。わからない。気が向いたらまたここに遊びに来て。そうだな。お前の飯うまいからな。お、笑えんじゃん。かわいい。当たり前だ。ちんちく当たる。じゃあな。あ？チンチクリンでいいよ。早く記憶戻るといいね。そういえば一つだけ思い出した。え？何？私の名前。名前？私の名前は クリス。また会えるよね。ありがとうクリス。ありがとう。ありがとうクリス。ありがとうアイアンガール。